さーて、引き寄せ試合の第3試合だ。第3ぐらいなんか大体終わる気がするけど、どうなんだろう。まだナティは来ないか。ああ、ピンチスメドレギア。いや、グレス。ここで出た、ピンチスメドレギア。会えてよかった。この間は本当にありがとう。ちゃんとここをクエストでやってるかやってないかでセリフ違うかなくなってたな。そうみたいだね。始めましょうか。ぜひ。いいよ。それじゃあ、お手並み拝見ね。なんか変なの増えてる。100点。うい。こういうことですよ。いや、これ、高校の方が有利じゃね？もうほぼ勝ちだな、これ。今の点数で勝ってんだもん。まあまあ、しょうがない、しょうがない。まあ、完封なければね、叩き止めしてあげましょうかね。うい、完璧。じゃない。どうやら俺も上手くなったもんだ。パーフェクト。お見事。潜水もできて呼び寄せ陣。完璧やん主人公。すごいわ。いい試合だったぜ。グレース、君もやるね。普通に2回100点出してるからな。学生同士の試合ではあの子にしか負けたことないの。あの子、ナティか？彼女にだって勝てるかもしれない。次そろそろナティっぽいな。さてと、長くなったけど、行きますか。ポピーちゃんとこ。ポピーちゃんって言い方気持ち悪いな。ハイウィングは無事。ナティから話は聞いた。はい、全然無事ですよ。ハイウィングは無事だよ。ちゃんと見てる。彼女はもう乗れますから。よかった。ハイウィングを危険から遠ざけるようにする。密漁者の話ってのは、うん、僕にも関わることだって。ビクトール・ルクウッドからあなたを捕まえろって命令されてるらしい。それは分かってます。トロールの襲撃の後、ルクウッドとハーローが襲いに来たのと関係あるの？多少、ね、ありますね。でも密漁者の目的について他にも聞いてる。なんだろう、どうやってドラゴン捕まえたんだろうあいつらは。分かった。でも手伝えることがあるなら言って。まあ学生やからね、そこまでいろいろしてくれたんだし、なんか危ないことでできないな。聞いたことある。ホーンテールホール、ホーンテール種はドラゴンもあるけど。どういうこと？ハンガリーホーンテール種か。知ってる秘密らしいよ。名前が2回出てきたけど詳しくはわからない。密漁者はこの辺りのことを話してた。少し調べれば。ホーンテールホール。掴めるかと思ったの。あとなんかな。おばあちゃんに会ってもこの旅のことは内緒にしてね。なんでもうめっちゃ関係ないけど、ハッフルパフの生徒ってなんか女性陣は可愛いのかな。いや別にサマーサデルとかナティオナイとか、なんだろう、早期のやつが可愛くないというわけじゃないけど。見て。あ、ケンタウロスや。スだよ。誰やな俺。城を探検していればいいものを、わざわざこんなところに。おお、喋ってくれた。面倒を起こすつもりはありません。ただ通りたいだけです。誰だよ。馬鹿にするな。この辺りに魔法使いが増えていることに気づいていないとでも、密漁者に協力しているのだろう。あいつらとは関係ありません。言葉だけだからな。それが本当だといいがな。仲間たちは堪忍実際めっちゃこのケンタロスを侮辱したアンブリッジはボッコボコに連れされたからな。これって変な。あ、投げたわ。何が？わからないけど周囲に気をつけて。密漁者が来てたなら理由がわかるかもしれない。まだいるな。まだ煙が出てる。近くにいたんだな。移動したばかりみたいだ。できますね普通に。見てあそこに。密漁者が。どう。なんだろう。この中に何がいるんだろう。フェニックス？一体何よこれ。あ、本当にハンガリーホーンテール種を戦わせるホールなのかもしかして。意外と外から見るとちっちゃいけど中に入るとでっかいパターンのやつか。よくあるやつだな。のホーンテールホールってドラゴンの闘技場なんだ。やっぱりホーンテール種のホールなんだ。これだけの人を集めるなんて、密漁者がホグズミードに頻繁に出入りしてたのも。まあこういうのは熱狂するわな。そんなものを見せ物にするなんて、ケンタウルスが魔法族を軽蔑するわけだよ、うん、ドラゴンはもっとたくさんいるはず。実際俺も気になる。これはみんなが戦いに夢中になってる間に様子を見て回ろう。でも慎重にね。どこは密漁者ダメ。なんかホグズミードの普通の村人もいいのか。さて着きました。いるなぁ。後ろで何かが起きてる。バリバリしてる。すげえいじめてる。まあ従わせる基本ではなく、拷問は衰弱される、痛みを与える、
それによってなんかもう言うこと聞かないと嫌なことが起こるっていうのを植え付けることによって従わせるっていうね、よくある洗脳のパターンだよね。あ、ヘブリティーズ種だ。エブリティーズブラック氏だっけ。いけんの俺、つか取れんのこれ。キー吹いてるけど。卵を手に入れた。ドラゴン卵。いつれさ倒しますか。コピーも意外とやる気だね。クルシャー、一時変身と変身前で体力違うんだ。どうやって解放すんの。アルホムラでどっか行くよ。これ俺が攻撃されない？失敗だったかな。そうかもしれない。わあ。あ、カヤローだな。あ、パクっとけ。よっしゃ。さすがドラゴン強いぜ。うわー。プロテゴー、なんでお前らプロテゴしないんだよ。いや喜んでる場合じゃないよポピー。俺ら敵対判定。おお、あ、上行けば逃げれるよっていうことを教えてあげたけど、俺みたいなコッパものを倒すよりも逃げることの方が先決やろ。さすがにドラゴンは味方ならんわな。ああ、セーフ。てか、どこに生息してんのドラゴンなんて。やっぱヘブリディーズブラックシェイだ。多分この卵の親なんだ。彼女は卵を取られたことを知らなかったんじゃないかな。解放したドラゴンが飛び去ったってことは、多分ポピーはそれをやめやと思うよ。少なくとも今は、ああ、まあ、ずっと持ってよくないけどね。まあ、俺らが死ぬまでは持ってますかなっていうのはダメかな。ウィーズリー先生にずっと隠しておくのは難しそうだから。ごめんなさい。あなたにもっと大きな責任を背負わせることになっちゃったみたい。いいよいいよ。変わんね変わんね。20か30になったようなもんよ。どうしよう。ここにいても始まらない。安全な場所に移動して、後のことはそれからだ。そうだね。密猟者は獲物の追跡がうまい。今は私たちが獲物なんだから。そうね、まあホグワーツに、あ、なんか獲得したわ。ドラゴン助けたわ。あれ、ドラゴンなんかこういうトロフィー出たの初めてか。いや、覚えてねえなもん。だってなんかクエストというか袋瓶来るやろ。来ねえな。あ、来た来た。ウィード出てた。変身術。まずは課題を終わらせるんだ。フィールドガイドを完了するのにも役立つはずさ。それから私の教室に来るといい。燃えてるわ。その後で今学期の進捗状況について話そう。進捗状況。とりあえずあれじゃあつけたら行こうか。